はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、シーズンも残り40試合弱となりまして、いよいよ終盤戦に突入していく今季の MLB。 プレーオフ争いが気になるのもそうですが、各賞の行方がどうなっていくのかも気になってくる時期ともなってきましたよね。先日ハイレベルな AL の MVP 争いの状況をチェックしてきましたが、今回はここのところかなり白熱した争いになっている印象がある NL の新人王争いの状況について、有力選手を中心にお話していければなと思っています。今季の NL のルーキーの中で一般的に一番目立っている存在なのは、やはりパイレーツの先発投手ポール・スキンズなのではないでしょうか。昨年のドラフト全体1位指名を受けた怪物1は、ここ10年くらいのドラフトで一番のピッチャーという呼び声も高く、実際ドラフトから1年経たずにメジャーまで到達しましたが、今のところその前評判に違わぬピッチングを見せてますよね。5月に MLB に昇格してから16試合に先発し、防御率 2.30、 ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメント 4.0 はポジション問わず今季のルーキーで現状ナンバーワンの成績です。安定して90マイル後半、100マイルをも超えることもある速球に加え、シンカーとスプリットのハイブリッドな球種であるスプリンカーも絶大な効果を発揮するなど、去年まで大学生だったとは思えないくらいメジャーのバッターたちを手玉に取りまして、ルーキーの先発で K パーセント 31.8% は圧巻の一言です。先月のオールスターでは NL の先発マウンドにも立ち、ルーキーとしては史上5人目の快挙。またドラフトの翌年にオールスターに選出された史上初めての全体1位指名選手ともなりました。今でも素晴らしいですが、オールスター時点でのスキンズの防御率は 1.90。 このピッチングでシーズン130イニング140イニングくらい投げ切れたら、インパクトも含めて先月の私は、まあ新人王はスキンズになるんじゃないのかなと思っていました。しかし少し状況が変わってきました。一時と比べるとスキンズの支配力が少し落ちてきた感じがあり、ちょっと疲れが出始めているかもなと。まあある意味当然で、昨年大学とマイナー合わせて130回弱を投げたスキンズですが、今年メジャーとマイナー合わせてすでにその合計に到達しつつあり、また忘れてはいけないですが、今季がプロでの初めてのフルシーズン、疲れが出ないわけがありません。球速も少し落ち気味のようで、99マイル以上を記録したフォーシームは6月全フォーシームのうち 68.3% あったのが、今月は 13.8%、 平均球速も今月はデビュー直後の5月と比べて1マイル以上ダウンしています。パイレッツが残念ながらプレーオフ争いからやや脱落気味となってしまっている現状を考えますと、スキンズにあまり無理をさせる意味もなく、まだ公式に具体的なイニング制限などの話は出てきてはいないものの、ホワイトソックスが今ギャレット・クロシエにやっているような、徐々に1先発あたりの球数、イニングを絞っていくやり方ですとか、そもそもシーズンを早めに終了させたりですとか、そういった手を打つ可能性が高くなってきているように感じます。想定よりも早くスキンズのシーズンがもし終わってしまうのであれば、新人王争いは混沌としてくるかもしれません。そんな状況でものすごい追い上げ、なんならフロントランナーとなりつつあるのが、パドレスの外野手ジャクソン・メリル。今季開幕から活躍を続ける21歳ですが、今やパドレス打線を支える存在で、現在ホームラン17本13盗塁ですから、2020達成も射程圏内となっています。外が抜けるなどしてオフの段階から外野陣どうするんだと言われながらも、あまり大きな補強は行わず、さらにはタティス・ジュニアも長期離脱となっている中で、本来はショートのはずがマイナーですら1試合も経験のないこのメリルがセンターのレギュラーとなり、打っては WRC+120、守っては OAA+6 と、今季が初挑戦とは思えないくらいの好守備を見せたりと、本当にチームに欠かせない存在の選手になっているなと。マイナー時代から評価の高かったバッティングはシーズン序盤こそパワーレスな印象があったものの、6月中旬からの2週間ほどで突如として9ホーマー放ち、そしてここのところはそのパワーが試合の大事な場面でも発揮されるようになってきてますよね。ハイレバレッジシチュエーションで今季40打席以上経った選手の中で MLB6 位の OPS を誇るメリルですが、最近だと7月30日のドジャース戦、9回にトライネンから同点弾、8月7日のパイレーツ戦ではまたも9回にベドナーから同点弾、8月9日マーリン戦も9回に同点弾、翌10日は2点ビハインドの8回にまたまた同点弾と、神がかった活躍ぶりでパドレスの後半戦の躍進も支えています。この後も成績を伸ばし新人王となるのか、パドレスとしてはメリルに何が何でも新人王を取ってほしいと思っているはずで、というのも球界内でも有数のプロスペクトだったメリルは、開幕からロースターに入っていたことでプロスペクトプロモーションインセンティブの対象であり、新人王を受賞した際にはパドレスに来年のドラフト指名権が追加で付与されるためです。スキンズとメリルが現状新人王争いの先頭を走っていますが、3番手以降ですとカブスの今永翔太選手の活躍も光りますよね。プレイヤーオプション込みで4年5300万ドルが保証された契約をカブスと結んだ今永選手ですが、しかし昨年オフは山本由伸選手が投手としては史上最高規模の契約を結んだこともあってか、その陰に隠れてしまった感もあり、ましてや今新人王争いにおいて今永選手が山本選手よりも前にいる状況を想像していた方は多くはないでしょう。しかし MLB でも有数のよくスピンの効いた速球をゾーン高めに、スプリッターを低めにと、コマンドよく投げ込むことでシーズン序盤は面白いくらいアウトが取れ、5月18日時点で防御率が 0.84 とわけわからないこともやっていました。
さすがにそこから成績を落としたとは言っても、それでも23先発で防御率 3.11、 ベースボールレフェレンス算出のウィンザーリプレイスメント 2.4 で立派にローテーションを守っていますし、カブスもいい投資をしたと今確信していることでしょう。6月21日のメッツ戦で3回10失点を喫したことが新人王争いにおいて大きな痛手とはなっている感があり、さらに最近は被弾数が増え気味なのも気になるところですが、シーズンの防御率をどうにか 2.80 前後くらいまで改善させ、規定投球回まで到達すれば投票でもかなりいいところまでいけるのではないかなと期待しています。ここ1ヶ月ちょっとで急激に上げてきているのがジャイアンツの内野手タイラー・フィッツジェラルド。2019年ドラフト40名指名を受けた26歳とルーキーにしては少し年齢が上の選手で、昨年メジャー初昇格を勝ち取っていますが10試合の出場にとどまっていた選手です。今季も序盤はメジャーとマイナーを行き来するような生活で、新人王争いに食い込んでくるような感じではなかったんですが、6月下旬に再昇格してから凄まじい勢いで打ちまくり、7月の5戦連発が特に印象的ですが、そこから少しずつ名前が上がってくるようになりました。63試合の出場でありますが、打率3割1分6厘、14ホーマー14盗塁、WRC プラス173、100試合出場せずに2020を達成しそうな勢いなのもそうですし、今季200打席以上経ったルーキーの中でも WRC プラス173は他者の追随を全く許さないような水準です。フィッツジェラルドに関してはどうしても試合数の少なさ、ここからフルで出ても100試合程度ですので、それで強力なライバルがいる年に新人を取るのはなかなか難しそうでありますが、去年のマット・マクレインみたいにトップ5入りが見えてくるくらいの活躍ぶりであります。どこまでいけるでしょうか。最近好調な選手で言えばブルワーズの外野手ジャクソン・チョーリオも面白くなってきました。開幕前のベースボールアメリカの球界全体のプロスペクトランキングではオリオールズのジャクソン・ホリデーに次ぐ2位、ブルワーズも彼にかなり高い期待を寄せてか、デビュー前に長期契約を与えているようなプロスペクトで、ここまで111試合に出場してホームラン15本、 WRC プラス108と突出した成績とまでは言えませんが、6月以降本格的に MLB へ適応し始めました。後半戦に入ってからさらにバッティングのギアを上げまして、打率3割4分 OPS 9割5分1厘、序盤は打てなさすぎて下位打線9番に入る日も珍しくなかったですが、最近では 1,2 番を任されるなどチームからも信頼されるようになってきています。守備面では MLB 上位 3% に相当するスプリントスピードも活かしながら平均以上の守備力を誇るなど、トータルでしっかり貢献できる選手ですから、今のバッティングの調子をキープし、シーズン成績の見栄えがさらに良くなってくれば、調理に関しても投票上位に入る可能性高くなってくるでしょうか。この他の選手ではカージナルスのショートメイシン・ウィンが、実はベースボールレフェレンスのウィザーリプレイスメントですとスキンズに匹敵する 3.9 を叩き出しているんですが、守備型の選手はこういった賞の投票においては成績の割に票が伸びにくく、やや不利な状況でしょうか。また開幕前にブレイク候補に入れていたカブスのマイケル・ブッシュも、今までマイナーで見せていた猛打を MLB でも見せられるようになってきた点、個人的にもとても嬉しいです。票が少しでも入ればいいんですけれども、どうでしょうか。今季序盤は予想以上の打力で5月の月間最優秀新人にも選出されたブルワーズのジョイ・オルテズは、6月からのスランプがちょっと長引いてしまい、さらにその間怪我もしてしまったのが響いてしまいましたかね。という感じに NL の新人王争いをチェックしてきましたが、皆さんは最終的に誰が新人王になると思いますか。予想などもぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。